ハリエット・クインビー操縦を学んだモアザンタン葉機に乗るクインビー。ハリエット・クインビーはアメリカ合衆国の女性パイロット、映画脚本作家である。1911年にアメリカ航空クラブから操縦士ライセンスを取得した。上、1912年にドーバー海峡の横断飛行に成功した最初の女性となった。ミシガン州アルカディアに生まれた。 1900年代の初めに家族と共にサンフランシスコに移りジャーナリストになった。1903年にニューヨークでレスリー・エス・イラストレーテッド・ウィークリーの劇評家となり9年間に250以上の記事を書いた。1910年には飛行機に興味に持ちロングアイランドで行われたベルモント・パーク・インターナショナル・アビエーショントーナメントを観戦した際。 ジョンもアザンとマチルデもアザンの兄弟と親しくなった。ジョンは有名な飛行家で航空学校を経営していた。クインビーは1911年8月1日にアメリカ航空クラブの試験を受け、パイロットのライセンスを得た最初のアメリカ人女性となった。すぐ後にマチルデが2番目のライセンスを得た女性となった。1911年には5編の映画脚本を書き、バイグラフスタジオで サイレント映画として撮影された。D.W. グリフィスが監督し、フローレンス・ラ・バジエ、ウィリフレット・ルーカス、ブランシュ・スイートラのスターが出演した。清涼飲料水のメーカー、ビンフィズは、スポンサーとなっていたパイロットのカルブレース・ロジャースが、事故で死んだ後、クイン・ビー・を雇って紫の飛行服を着せ、広告に用いた。1912年4月16日に、 カレーから6 0トルを飛行し、ドーバー海峡を横断した最初の女性パイロットとなったが、その前日に起こったタイタニック号の悲劇により、メディアの注目を集めることはほとんどなかった。1912年7月1日、クイン・ビーはマサチューセッツ州スクアンタムで開かれた第3回ボストン航空大会に参加した。クイン・ビーは、 赤の開催イベントで飛べるよう飛行士免許を取得していたが、ボストン大会は赤免許とは無関係の競技会だった。クイン・ビーはボストン港のボストン東台まで高度3000フィートで飛び、引き返して飛行場上空を周回した。この時の機体は新品の複雑なタブレディをクシー単葉機で大会主催者で飛行家、チャールズ・ウィラードの父であるウィリアム・ウィラードを同乗させていた。 その後、着陸を意図してか高度1000フィートまで降下したところ、突然機体が前にピッチングして200フィートほど落下し、クインビーとウィラードは機外に投げ出され、クインシーとドーチェスターの間を流れる浅いネボンセット、側に落ち、即死した。機体はそのまま滑空し、近くの泥の中に落ちた。クインビーの遺体は、ニューヨーク市ブロンクス区のウッドローン墓地に埋葬され、翌年ニューヨーク市、 バルハラの建築墓地に移された。ありがとうございます。